カンパニュラは、キキョウカホタルブクロウ属の種として、地中海沿岸地方に原産する植物から改良された干渉用植物の総称である。本来は、ホタルブクロウ属のラテン名である。ラテン語の釣り金を意味する国に由来し、花の形が釣り金に似ているからである。英語では、ベリフラワーというが、この英名を持つ植物は10種以上ある。北半球の温帯から、 霊体の広い範囲に分布し、全部で300種ほどある。すべて草本で、大半は多年草だが、1、2年草のものも、少数ある。草丈は30センチメートルから2メートルくらい。ロゼット型の根商用があり、茎につく葉は互生する。葉には、様々な形がある。花は、晩春から夏にかけて咲くものが多く、相乗過剰、または、水上過剰なし、 釣り金型の3から8センチメートルくらいの花を数輪から数十輪咲かせる。褐色は青や紫、または白が多いがピンク色のものもある。横向きに咲くものが多いが受け咲きや下向き咲きのものもある。欧米の園芸辞典には50種以上が掲載されているが、日本で栽培されているのは数種である。北欧から中央アジアシベリアに広く分布する多年草。 草丈50センチメートルくらい。花は5月から9月に咲く。変種カンパヌラグロメラータバリエーション。グロメラータは、花やつ白草という。この仲間では最もポピュラーな植物。草丈2メートルくらいになる二年草だが、秋巻きで、翌春開花する一年草に改良された品種もある。花色には青紫、藤色、ピンク、白などがあり、上手に育てると、 家計1 0トル近い花が数十輪咲く。標準和名は風林草だが、園芸上は釣りがね草と呼ぶことが多い。草丈30から5 0トルの多年草。葉の先が散列して、桃の葉に似ているので、この和名がある。花色は明るいものが多く、80先の品種もある。園芸店でよく種が売られている植物であるが、夏の高温多湿に弱く、 東京より暖かい地方では栽培しにくい。繁殖は未生で行い、種まきは4月か9月が良い。何よりも水はけの良いところで栽培する必要がある。ありがとうございます。